楠田泰造は、日本の政治家、福岡県田宰府市長、衆議院議員、防衛大臣政務官を務めた。父は、元筑紫の市長の楠田幹人、福岡県筑紫の市生まれ、久留米大学附設中学校、高等学校卒業後、2年間の浪人生活を経て、東京大学に入学。2000年、東京大学法学部を卒業し、住友銀行に入校。 在職中に国家公務員、試験一種に合格し、27歳で羽田勤元首相の秘書に転じた。2003年の第43回衆議院議員総選挙に福岡国から民主党公認で出馬。自由民主党の原田義明に敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、初当選した。2005年の 第44回衆議院議員総選挙にも福過国から出馬するが、再び原田に敗れ、比例復活もならず落選した。2006年12月19日、北橋健次が北九州市長選挙への出馬に伴い、議員辞職したので、同年12月27日、比例九州ブロック時点の楠田が繰り上げ当選した。二千九年の第十五回衆議院議員総選挙では、 福岡国で原田を破り、初めて選挙区で当選した。選挙後に発足した鳩山幸男内閣で、防衛大臣政務官に任命され、菅直人内閣まで務めた。2011年の民主党代表選挙では、加野道彦の推薦人に名を連ねたが、加野は1回目の投票で4位になり、加野陣営は、決選投票で野田義彦を支持し、野田が代表に選出された。 2012年の第46回衆議院議員総選挙では、福岡国で前回総選挙から9万票以上の票を減らし、自民党現職の原田義明に約6万票の大差をつけられ、比例復活もできず落選した。2013年12月16日、民主党を離党する意向を表明。2014年の第47回衆議院議員総選挙に際し、 民主党に副党指導党から出馬したが、福岡国で再び自民党の原田に敗れ、比例復活もできず落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。9月29日、くすも、 希望の党から出馬する意向を表明し、同党の公認を受けて、福岡5区から出馬。公示から7日後の10月17日、自身のフェイスブックに、希望の党は、排除発言や不絵問題で野党を突然バラバラに、した結果、多くの候補者が混乱し、最終的に有権者の選択も迷わすことになっている、と投稿し、離党も辞さない覚悟であると公言した。 この投稿の真意を問う産経新聞の取材に、対しては、警鐘を鳴らしたかった。民進党の支持者や、スタッフも不満を持っている。危機感の中で出た発言だと釈明し、選挙期間中の離党については、公認候補であり、責任放棄になるのであり得ないと否定した。開票の結果、前回よりも得票を伸ばしたものの、自民党の原田に敗れ、比例復活もできず落選した。 2017年12月12日、太宰府市議会は、足シ茂市長に対し、同年10月に続き2度目の不信任決議を可決し、地方自治法の規定により足シは失職。足シは失職に伴う市長選に出馬の意向を示していたが、1月13日に開催された立候補予定者の討論会の席上で、突如、不出馬を表明した。その際、 市民派の私と楠田氏の一本化で、木村氏への勝機を見出したいと思い、決断した若い楠田氏に期待したいと述べ、楠田への支持を表明したが、楠田自身は、足借り氏と選挙協力の話は全くしていないと強調し、選挙戦は混乱を招いた当事者と、当事者でなかった私が争う構図で、二人になっても変わらないとした。2018年1月28日に、 太宰府市長選が投開票され、自民、公明両党の推薦を受けた全太宰府市、教育長を破り、楠田が当選した。1月29日、太宰府市役所に初登庁した。ありがとうございます。